皆様ご起立ください。黙祷。ありがとうございました。ご着席ください。去年の暮れに美食アカデミーの加賀司祭が亡くなられたと聞いたとき、私は自分の耳を疑いました。原因は下関のトラフグの肝に手を出されたためと伺っております。実に美食家らしい名誉ある選手でございました。被災のピーマンをかじるあの音が今も私の頭から離れません。しかしいつまでもメソメソしてはいられません。我々はこのキッチンスタジアムを守り抜いていかなければならない義務があるのであります。それでは皆様拍手でお迎えください。21世紀のキッチンスタジアムを担う新しい司祭を。これはやっぱり着替えてくればよかったかなと、まあ独り言はさておき、私の願いが叶うならばこのキッチンスタジアムを人々の記憶から消し去ることはしたくない。そう思って今日ここに立つことを決意しました。おじは偉大なる美食家でしたが、料理は生き物、常に進化しています。これからは私のやり方でキッチンスタジアムを進化させていきたいと思います。拍手。さあ、それではおじの残してくれた偉大な彼らを登場させたいと思います。さあ、私のためによみがえるがいい、アイアンシェフ。加賀司祭の偉大なる遺産、今や世界中にファンを持つ4人の鉄人が1年ぶりに姿を現します。新司祭のもと、果たしてどんな旅立ちを見せるのか、新しい伝説が始まろうとしています。1年前、神田川と伝説の死闘を繰り広げたフレンチの酒井宏行、柔軟な発想でもはや四川の神となりつつある中華の陳建一、舞台をニューヨークからフィラデルフィアに移し、新しい飛躍を見せる和の森本雅治、そして本場の伝統を知り尽くした最年少鉄人神戸雅彦。1年ぶりにやります。もはや日本の新年を飾る顔となった彼らが新司祭の下でいかなる進化を遂げるのか、4人を迎えているこの大歓声は海を越えて全米にも届いていることでしょう。私は新しいものが好きです。古いものなどいらないが、しかし古さと伝統は違います。さあ、私のためによみがえるがいい、名誉鉄人。時空を超越して輝き続ける3人の名誉鉄人がゆっくりと姿を現します。彼らの存在そのものが日本の料理界の伝統、思えば加賀司祭の原点がここにあると言っていいでしょう。フレンチの名誉鉄人、石鍋豊。
の名誉化身中村孔明、そして初代和の名誉化身道場六三郎。さあこれで今年も七鉄人が勢ぞろいしました。もはや貴婦人を超える新年のシンボル、新しい才能で新しいキッチンスタジアムが船出します。2002年ジャパンカップ。